日本代表対スペイン代表、今キックオフです。彼が最後まで持ちますかね。アイザキ、行かせるかよ。スペイン代表ディフェンダーレイナルド・バラハの見事なパスカット、全力で行かせてもらうぜ。クラリオ、そいつにシュートを出されな。無駄だ。あの試合からどれだけ成長したか見せてもらおうか。ダイヤモンドレイ、この時を待っていたぞ。これは遠藤守の原点ともいえる必殺技、ゴッドハンドだ。だから実況は私ですから。スーパーゴッドハンド。おおっと、クラリオのダイヤモンドレイに持ちこたえている。遠藤守る、あなたはまだ私のレベルに達していない。ゴール！先制したのはスペイン代表、カタルーニャの巨人クラリオ・オーバンが決めた。びくともしねえ、これが世界レベルのディフェンスか。そいつらしっかり押さえておけよ。俺が決めてやってろよ。打たせねえよ。こいつスピードだけじゃなくパワーも。おいおい、今日のバラハは切れまくってるじゃないか。怪我で試合に出られなかった鬱憤を晴らしてるようだな。ルーサー、俺たちも本気を出すとするか。そうだな。あっと、スペインが誇るツートップベルガモとルーサーが日本代表のディフェンスを切り裂いていく。来いクラリオ。ダイヤモンドレイ、キャプテン遠藤さん。遠藤、遠藤、みんな、日本のゴールを守ってるのは俺一人じゃない。これはダイヤモンドレイを止めるための俺のダイヤモンド。止めた。出せ、ロサカ。軽いな。日本代表のフォワードは小学生から選ばれたのかい。なんだと、お前みたいなヒョロヒョロじゃ世界レベルのフィジカルには到底通用しないぞ。抜かせ。無駄。この俺がおとりになってやったんだ。きっちり決めろよ。ナイスパス、ハイザキ。させるか。おとりはハイザキだけじゃない。決めろ、アツヤ。
ぼよーんと何か出ましたよ。もう僕に着くぞ、バラハ。ああ、日本の選手よ、すまない。俺には命令に従う義務があるんだ。お前何を？勝負だ！それ以上前に進むな！大丈夫かい、稲森くん。吹雪さん。こんなところから。バラ、お前の思いは私が背負う。スペイン代表にアクシデント。ここまで攻守にわたって活躍していたレイナルド・バラハにクラリオのシュートが直撃。どうやらこれ以上のプレイは無理のようです。チョーカー、追加点を奪い日本代表の心を折る。ああ、実力の差を見せつけてやろうぜ。早すぎてボールが見えない。てめえらの好きにさせねえ。無駄だ！うわっ！任せろ！ダイヤモンドレイは止めてみせる！来い！ただのダイヤモンドレイではない。何？曲がるダイヤモンドレイ！ゴール！スペイン代表が追加点！決めたのはまたしてもクラリオ・オーバンだ！本代表は防戦一方だ！このままじゃ…これはどうしたことだ！吹雪四郎が前線へと上がっていくぞ！だら！何の必殺技か、この技にぴったりの響きじゃないか。くっ！おっと！吹雪やつや、意表をつくロングシュート！いや、これはただのロングシュートではないぞ！この試合にかける兄貴の思い、受け取ったぜ！凍結のグングニャ！ゴール！日本代表が1点を返した！さあ、後半戦スタートです！前半はスペイン代表有利に進みましたが、果たして日本はどのように攻めるのでしょうか？日本代表には戦術の皇帝野坂優真がいます。あれがこのまま手をこまねいているとは思えませんね。稲森、真正面からルーサーに向かっていく。面白い。ブルブロック。みんな行くぞ。行かせないよ。お前らもどき止めてやる。
吹雪厚也のシュートをアロンソ難なく止めました。はい、ダブルブロックの体勢を作る前に突破された。来い、曲がれダイヤモンドレイン。ダイヤモンド、証拠りもなくそんな技。アーム！それでこそエンドを守る！だが逆転など夢のまた夢。不可能ってやつを教えてやるよ。無敵のジャイアントの力見せつけてやるぞ！なぜ進め、シュートを打たないつもりか。ダイヤモンドエンジン、あの距離でダイヤモンド直角に曲がりやがった。この判断でダイヤモンドアームをパンチに。クラリオもダイヤモンドレイをさらに進化させた。その沿道に応えるかのようにダブルで守り、トライアングルで攻める日本代表。圧倒的有利と思われたスペイン代表を翻弄しています。おらぁ、どう、行かせねえぜ。やはりここまで成長してきたか、稲妻ジャパン。行くぜ、ファイヤーレモネード。ライジング。この試合の命運、僕が預からせてもらう。何か作戦があるってのか。コージーさんのおかげでヒントが見つかりました。それじゃあ始めようか。はい。必殺タクティクス、ザ・ジェネラル。何をするつもりだ。アスタ君。
ロンソの弱点を見抜いたようだな。というのか、面白い。しかし、ザ・センター。アスト君、行くぞ。ちょろちょろと鬱陶しいチビが、教えてやるよ。世界には絶対に越えられない壁ってやつがあること。何？教えてやるよ、絶対に止められない田舎者がいるってこと。行かせん。ボールはやらない。キーパーをかわした。行け、アスト。行くぞ、日本の侍たちよ。ここで試合終了だ。フットボールフロンティアインターナショナル1次グループリーグ、日本対スペインは引き分けに終わった。